フランチペテクは、スロベニア出身の元スキージャンプ選手で、地理学者。1990年から1995年まで、スキージャンプワールドカップを転戦した。イタリアのバルディフィエンメで行われた1991年、ノルディックスキー世界選手権では、個人ラージヒルで優勝。ユーゴスラビアにこの種目で、初めての金メダルをもたらした。これにより1991年、 スロベニアスポーツマン・オブ・ザ・イヤーを受賞している。1992年のアルベールビルオリンピックでは、個人ラージヒルで8位、ノーマルヒルで21位、団体で6位となった。また2年後の1994年に行われたリレハンメルオリンピックでは、ラージヒルで38位となっている。1990年のスキーフライング世界選手権では22位となった。 ワールドカップでは1990年にスイスのエンゲルベルク大会ラージヒルで一勝を挙げている。総合では1990から1991シーズンに11位となったのが最高。1991から1992シーズンのジャンプ週間では自己最高の総合4位になっている。1995年引退後はルブラナ大学で 地理学を専攻し博士号を取得。2004年にはスロベニア地理学会から表彰を受ける。現在はアントン・メリク地理研究所で研究者生活を送る。2000年に結婚して子供が二人いる。ありがとうございます。